いただきます。どうもこんにちは、ニッキーと申します。前回の動画も最近の前回と前々回かな、連続でもう近況を報告しただけのねクソ動画、まあいつも通りのクソ動画となっておりましたが、それでもねまだ何人目か見てくださることなんみたいなんで、コメントにね返信しつついろいろやっていこうかなと思っております。ポツありがとうございます。生きとったんか、ハゲてないけどありがとうございます。何目指しとんね。まあちょっとボディービルダーではないですけどね、ちょっとスポーツはね本気でやろうかなと思いまして、今ちょっとスポーツにね力を入れている次第ではありますと。はい、ポツこんにちは、ありがとうございます。ユニバ行く、あのユニバいいっすね。なんか正直あの行く前はですね、あのいやディズニーっしょみたいなこと言ってたんですけど、ユニバもいいっすね。いやユニバも面白かった。普通に街並みとかもなんか作り込まれてて、なかなかこう日常ね忘れることができる施設だなと思いましたね。はい、一回しか行ったないですけど、おもろいゲームなんかないか。最近おもろいゲームないと。で、YouTube の方にね、そのゲームに関してのコメントあったんですけど、アペックス?わかんないけど。なんかちょっと古いような気が、今から始めるのちょっと遅いかなと思うんですけどね、ちょっとまあ、面白そうではあるなと思ってるんで、まあ多分、やらないのかなと思いますけどね。ウコハゲ FF10 の続きどうなりました?すいません、ちょっとね、生配信はちょっとどうかなと、今、まあ一人暮らしてないので、そこね、なんとかまあ生放送できる時間帯とか、時間確保できましたら、ちょっと続きやりたいんですよね。でも気になってるね、私で。もうちょっとWeb10どうなのか、そこやっていきたいと。毎日投稿しろ。いや、本当に言ってんの?毎日見んのか?お前逆には。あ?毎日見んのか?お前言ってんのか?おい。ゲームなんかせんで、いやなんでやん。喋ってるだけいいってことは、じゃあ生配信、もう雑談配信メインとかで行くかな、じゃあ。うん、顔出し。まあ、イケメンすぎてちょっと増えすぎちゃうから、ちょっとお前らと関われなくなるかもしんないけどな、人が来すぎて。白い里わかんない。うん、白い里やめてね、オリゴ糖とかの、茶色いやつ、あの、天才糖みたいのにシフトして、まあ、少しずつなんかそういうものを変えていくだけでね、あの、別に楽、無理しないで、あの、体健康にできるんで、まあ、ちょっとその方向に行こうかなと思っております。ふーんふーん。っていうことでね、やっていきたいと思います。ふーんってどういう気持ちで書いてんの?マジで。うん。とりあえずね、まあ、4名くらいですかね。4名か5名ぐらいの方がコメントをね、あの、まあ、YouTube とニコニコに書いてくれて、まだ見てくれてる人いるんだなってことで、ちょっとモチベがね、上がってきまして、ちょっと、意外と早いでしょ。意外と早いでしょ。任せようって思って、俺が本気出したらこうだから。俺が本気出したらあっという間だから、マジで。まあ、軽く大手になろうかなと思ってますけど、とりあえずね、トリマ。トリマ大手になろうと思って。トリマ。トリマ海行くか、みたいな。ノリで大手になろうかなと思ってるんで。応援よろしく。よし、いける。最近あとね、ハマってるのが、雑学系の、おった、YouTube とか見てますよ。見てるっていうか、まあ、勉強のついでに聞いてるみたいな感じですか。結構勉強もマジやってて、うん、あの運動だけじゃなくて勉強めっちゃやってて、そうだね、あの、仕事をさ、めっちゃできるようになって、仕事めっちゃできるようになって、その仕事が早く片付く、なおかつ、そっちでめっちゃ収入安定するとなると、余暇時間増えるかなって。思って、それでまあゲーム配信、生配信できるかなっていうのをちょっと思って、あの最近勉強、まあ仕事安定させようかなと思って、この35ぐらいまでに、あ、今はまあ19歳なんですけど、35ぐらいまで仕事安定し、がっつり稼いで、ある程度その、自由な時間をね、もっと増やしていこうかな。まあ今1個あるんですけど、ちょっとバドミントンとか、ちょっとそのなんていうんですかね、筋肉 TV とか見てて、配信のね、時間、動画撮る時間が少ないんで、ゲームちょっとあんまできてないんですよ。だからその、スポーツやって勉強してなおかつ、動画も撮ろうかなと思ってるんで、はい。ちょっと今収入を上げようとまず、思っております。はい。まあ、そこそこ上がったんですけどね。当初に比べたら170万ぐらい上がったんですけど、一緒にしたら。あの、プータロー動画配信、年収20万。そこから考えたらもっと上がってるけどね。そこから考えたら、
とんでもない上がり幅。バカ野郎。いや、おい、まあ、それはないだろう。これ上げただろ、そこに。ほら、うわ、ナイス。そういえばなんか一試合、あれ？これ2試合目もしかして。お前らにさ、なんか話したいこと、お前らと会話したすぎてさ、気づいたらこうなってたわ。気づいたら多分2試合目でもさすがに。だってもう1分以上経ってんのに、だって 4分はおかしいだろ。おい、2試合目とか。早えな。楽しい時ってのはあっという間ですね。あ、終わったんじゃないこれ。ってことでね、まあ、結構頻度いいでしょ、これ。結構頻度いい。よく、上げてる感じだと思うんで、まあ、これで、ガンガンやってね。まあ、ちょっと、まあ、勉強しなくてもね、まあ、大手になれば、まあ、ガッポガッポ金入ってくるんで、まあ、大手になって、まあ、やっていこうかなって感じですね。ということで、コメントたくさんありがとうございます。引き続き、いいね！グッドボタン！それ大事なんで、マジで。いいねとね、グッドボタン。あともう、ニコニコにいったマイリスト。チャンネル登録すべてよろしくお願いします。すべてすべて義務な、納税の義務と同じな。ってことでごちそうさんです。ありがとうございました。間違って続けるおっしゃった。ありがとうございます。まあいいや、これも撮るか。なんかすぐ終わったんでね、もう一試合やるか。すごい出てるでしょ、この大手感。大手感出てるでしょ、このなんかこのグダグダ感。大手と言ったらね。ということでね、ごちそうやっぱやめた。ごちそうさまでした。